皆様こんにちは。今日のまどかテレビは、命の水、水の問題について、水団連の坂本博道さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。坂本さん、今日はよろしくお願いいたします。日本では湯水のごとくという言葉があるように、はい、美味しい安全な水が飲めるのは当然だと随分思ってきたんですが、はい、一昨年の3月11日の未曾有の大震災など、そういう災害を経験するとやっぱり本当に水の大切さを痛感するんですが、はい、そういう美味しい安全な水を常に飲めるようにするために、はい、諸先輩が日本でも相当貢献してらしたそういう歴史とか、今の状況についてちょっとお話しいただけますか。はい、今も全国、はい、どこへ行ってもですね、蛇口の水を美味しく安全に飲んでいただけるんですね。そうですよね。これ今日は水道の水です。はい、なんか日本の人はミネラルウォーター飲む人が多いみたいですが、美味しいですよね。これは東京の水ですけど、はい、美味しいです。はい。ところが江戸時代はですね、はい、井戸を使ったり川の水を飲んだりしてたんですけども、その鎖国をやめて、外国の人がたくさん入ってきましたら、いいものも持ってきたんですが悪いものも持ってきましてね、これらです。それは大変ですね。これがまたですね、蔓延しちゃって、はい、明治の10年代には年間10万人ぐらい全国で亡くなったと。当時の人口少ないですよね。人口は3300万人ぐらいですが、今の4分の1です。大変なことになりまして、それで明治政府はこれはいかんということで、はい、水道を作ろうということで、まず横浜に作りましてですね、はい、それから延々と今日まで来て、今ではもう日本の水道は世界のトップランナーと言われるまでになりました。そうですね、はい、カルシウムも少ないし美味しいですよね。はいはい、雨水も多いからっていうのもありますけど、はい、そのトップランナーっていうのはただ美味しい水というだけじゃなくて、世界には例えばこれ私10年ぐらい前にアフリカのタンザニアに行った時の写真なんですけどね、この人同じ若い女性ですけど、水を入れた大きなタンクを頭に入れて、もう一日中水のためにそれだけそうです、子どもたちもそうだって言ってまして、日本が ODA で井戸水を使えるようにしてくれても本当に嬉しいと皆さんに感謝されたんですが、そういうさまざまな国々で水の技術で貢献してますよね。そうですね、今までも ODA でもやってきましたし、そういう形ですが、これからはですね、水道を作るだけじゃなくて管理もやっていこうということで、今、市町村も企業も一緒になって海外に出ていこうという機運が大変この5、6年高まってきてますね。オールジャパンですね、その日本の技術で、例えば今、石油に代わって水不足で、水の取り合いで紛争や戦争が起きるなんていうこと言われてます。本当なんでしょうか。いや、それはもうまさにこれだけ人口がどんどん世界で増えてくって、水がなくなってきますから。はい、そういう時代に入ってくることはこれも大変なことになります。大変ですね。はい、そうすると日本が海水を淡水化したり、また雨水をろ過したりという、そういう技術が大変有効になってくるわけですよね。まさに日本の持ってる技術を世界に広めて、で世界の人たちに貢献していこうというのがこれからの水ビジネスという中心課題でもありますね。日本の国内でもよくインフラがもう何十年も経って変えていかなきゃいけないと言われますが、水道管とかそういうものはどうなんですか。普及はここまで進みましたけれども、いわゆる地震に強い施設だということになりますと、大体3分の1ぐらいしか持ちませんから、これをどんどん新しいものにしていかないかんということで、これやっぱり国会の方で先生しっかり頑張ってもらわないといけませんね。耐震化とかインフラの整備とか古くなったものの、それと世界に対して貢献していく、民間や自治体は一生懸命やってらっしゃいますが、国会や政府の役割も大きいわけですね。国が引っ張っていくことも大事なことで。なるほど、そうですね。私もかなり水については関心持ってるんですが、まあ今落選中ですが、ぜひカムバックしてそういうことにも尽力したいと。と思いますけれども、それはもう水の世界では大変期待しております、はい、ありがとうございます、はい、今日はこの、水道水、東京の水、おいしい水でちょっと乾杯したいと思いますが、超特許ですから、はい、日本の技術が世界の水に貢献できるように乾杯したいと思います。ありがとうございました。今日はどうも乾杯、ありがとうございました。